私も駆け出しの頃はやっぱりこう無所属、新人の候補の応援が多いもんですからなんとか投票率を上げて組織票に勝つんだってことを考えたんですけど途中でですねこれもう無理だなと <laughs> <laughs> 最初の新人の頃だと演説もたどたどしかったりしますよね。 そういう時にあのどのようなアドバイスするんですか。動画で撮った上で全部文字起こしをする。はい。全部その A とか A もこしたテキストを見せて。なるほど。<laughs> で、バンドワゴンとアンダードッグどっちに触れるかわからないですけど、はい、いや今バンドワゴンとかアンダードッグってちょっと専門用語が出ました。ちょっと今の、はい、どういうことか説明してください。ありがとうございます。はい、そうですね。最近投票率が低い選挙多いですよね。はい。投票率を上げるための秘訣みたいなのあるんですか。 支持者の投票率を100にしましまょうとなるほど投票に行けば名前を書いてくれるはずの人を一人も逃さないと、うんはい、ですから森喜朗元総理がですね無党派層はい、ファソーを寝ていてくれたらいいってい発言をねし,ました,ねったっていうのが、うん、選挙やってるとですねちょっと気持ちが分からるわけですよ。<laughs> <laughs> 実際に選挙戦が始まるとですね候補者が辻立ちしたりいろんなところに行きますよねずっと後ろからついていくんですがそ,、ね、その時々の,あの事務所の状況にもよりますけども。うん 最初のうちはやはり活動に慣れていない方だと演説ですね、はい、そういった演説でどういったことをお話をするのがいいかとかまた、街宣車の回し方選挙カーの回し方であったりそういったところをアドバイスしたりまた事務所の方がですねやっぱり選挙期間中たくさん人がいらっしゃったりとか最近はやっぱりネット選挙これも更新していかなきゃいけないとこういった更新の部分のサポートをしたりですとかその時々でこういろんな形でアドバイスサポートしていくというか忙しいですね。忙しいです特にあのネット選挙運動が解禁されてから はい、本当に選挙期間中の忙しさっていうのは倍になったと思います。確かに <laughs> あの夜の8時に終わってもあの街頭演説は8時で終わってもその後ずっと一晩中ネットだといろんなこと書き込みきたりできますもんねんやろうと思ったらその8時に終わった後じゃあ9時からインスタライブですとかですね、はい、そういうふうにこう候補者もまあ大変ですし我々支える側の、ね、事務所のスタッフも本当に24時間選挙運動できてしまうもんですから大変です、はい、大変変でですだねこう演説を当然、まあ、あの最初の新人の頃だと演説もたどたどしかったりしますよね。 そういう時にあのどのようなアドバイスするんですか一つはですねまず苦手な方には最初にある程度そういったこう自分の決意文みたいなものを作っていただいて、はい、それをまず演説していただいてそれを動画で撮ります、はいうん、で動画で撮った上で全部文字起こしをするんです、ねはい、そうするとやっぱり苦手な方はえーとか ああとか、はいはい、まあよくフィラーというふうに言いますけど、そういった無駄な音が入ってたりするんですが。はい、本人に自覚がないんですよ、ね。そうですよね。なので、それを動画と、全部そのええとか、ああもうこしたテキストを見せて。なるほど。<laughs> で、まず自覚してもらうと。わざと、ええとか、ああとかあ、はい、うんを。全部書き細かくですね。全部書き込むんでます。はい、<laughs> で、それを見て、自覚をしていただいてから。意識をして、じゃ、このええとか、うっていうところを、まず何も喋らないようにしましょう。はい。 ここういううういい構成でいきましょうっていうこととあとあははやはり何のののために誰に誰向けてしゃべるのか、はい、まあそのどういうシチュエーションでですね何を伝えたいのかという基本のところをしっかり押さえていってその話す時んとなく話してくれって言われてなんとなくしゃべっちゃうっていうことが多いので、うん、じゃあどういう支持者の方に呼ばれていてその方たち前に5人に向けてしゃべるのか10人に向けてしゃべるのかそういうものもこう想像していただきながらじゃあ例えば駅に立って。 1分ぐらいで人が流れているところでしゃべりましょうとなると、はい、当然その間に何回名前を挟むかとかですね、はい、そうですよね <laughs> じゃあ大集会で100人を前にしゃべるんだったらやっぱり15分しっかり話の組み立てをしていってしゃべりましょうとか、はい、そういうこうしゃべる準備ですよね、はいうん、気持ちの準備もそうですし内容の準備もそうですしあとやっぱりトレーニングでこう繰り返しやっていく、はい、よくあのカラオケボックスで練習してます。あなるほど、うんうん それれなならら人に見られないし、ちゃんとマイクを使って画面が映るし <laughs> なるほどねあのそれでいうとあの例えば短い言葉にした方がいい長い文章はダメだあの短い言葉で、まあ、例えばあの小泉純一郎総理のように「ですね、頑張った」とか「いきなり感動した」みたいなこうミニフレーズをやるという。 そういうところについてはどうなんでしょうねこれもですねやっぱりできる方とできない方が、はい、いらっしゃってですねうよね <laughs> <laughs> ただそれぞれの方にお,あのお伝えしているのはできるだけ結論から言いましょうと、うん、私はこう思います、うん、なぜならばという形で説明をしていく方が聞いていただきやすいですよとど、はい、うん、してもだら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 説明してです、ね、結論を述べるというのは演説はやっぱりなかなか聞いていただきにくいので、はいうん、できるだけその結論であったり確信を最初に言ってその上でディティールを話していくというのを意識してください、はいうん、そういういいアドバイスをしています最初にちょっとつかみを考えてくださいとかやりますか そうですねそこはなんか一緒に作っていくという形ですかね。よくこの選挙プランナーという仕事をしてると、まあ、言い方悪いですけどその振り付けをしてるんだろうというようなことを言われるんですけども、はいうん、結局ですね皆さんそんなあの役者じゃないのでいきなりそんなことできないんですよね。はい、なので一緒に考えてどういう言葉がいいかとかあと最近だとやはり演説していただいたやつを もうテキストで起こしてですね、はい、でこの内容をこう見ながら順番を変えようとかここのフレーズを使おうとかそういうのはこう一緒に作り上げていく感じですね、はいうん。でも本当に ごめんあるいわゆるあの全国的なレベルの選挙ってそうあるわけではないですけどこう毎週のようにどこかであるってなると本当に全国を飛び回ってるって感じですかそうですねそこは最近だいぶ昔よりやっぱり出張は減りまして昔本当下手したら年の半分家にいなかったりしたんですけども、はい、これはコロナ禍でだいぶ働き方が変わりまして、はい、ズーム会議ができるようになったので、うん、出張回数はかなり減りましたね。た、うん、ただズームががでできるようになったのの土日日とか平日の晩があんまり関係ない 関係なくなってしまったですね。<laughs> よしよしですね。なんかあまり現地行かなくて良くなった分、うん、時間がかなり使えるようになってしまった。だからあの統一地方選挙になってると、まあ本当に選挙の同時にですね、あっちの候補者とこっちの候補者みたいなことありますでしょ。うあります。どうするんですか。いやもう一週間こういろいろ点々としながら、はい、まあまた最近ですとやっぱり LINE ですとか、チャットワークとか Facebook とかそういったこうビジネスチャットみたいなものを使ってこうやり連連携をしてやり取りをしたりですとか。はい それぞれまあ社員もこう担当を分けてですね。あとはまあ事前のやっぱり準備ですかね。結局やっぱり選挙運動を実際やっていただくのはその地元の方、候補者の方、はい、ご家族、そして地元の支援者の方なので、その方たちにきっちりこうやり方を教えるっていう部分が大事な仕事だなと思ってます。だからよくね選挙戦が始まるともうほとんど終わったのようなもんだと。選挙戦が始まる工事の前、ね、工事あるいは告示の。 前にい終わってるよよ言い方しますよねそうですねそこまでやっぱり準備で影響を受けるところがあるのでやっぱそこまで丁寧に進められるかというのはただ一方で最近のいろんなこう意識調査を見ているとですね、はい、投票の決定時期に関する調査というのを総務省がやっているんですけども、はい、これがどんどんこう後ろにずれていってましてなるほど今衆院選ですと前回49回で、はい。 確かその選挙期間入ってからですね、うん、要すね要るに公示後に投票先決めた人が、うん、まあ大体、全体で47%とかですね<ー>投票日当日も10%ぐらいいまして、うん、でこれが年齢によってかなり開きがありますので若い人ほど後に決めていってうん、年配の方はもう早々に決めていると、うん、そういう状況がありますのでやっぱり選挙期間中にどれだけ効率よくしっかり選挙運動できるかというのでもやっぱり票数は変わってくるなと思いますね。なるほど それって決定するのが後になるってことは要するにいわゆる不動票でですすよねねそうですね、うん、あまりこう関心がないとも言えますし政党支持であってもその政党が推薦してるからといってすぐ投票しますよということではないという、うんはい、昔よりやっぱり支持が弱くなってると思いますね。だけどそういう意味で言うと最近投票率が低いい選挙多いですよね、うんはい、投票率を上げるための秘訣みたいなのあるんですか 私がですね以前関わった選挙で一番投票率上がったのは25ポイント以上上がったっていうってすごいと思うじゃないですかでもこれからくりがあってですねその前回の選挙というのが現職と共産党の一騎打ちですごく投票率が上がったで,すねでその次に保守分裂の大激戦という風になったので投票率が上がったとやっぱりですね有権者からすればどちらが勝つか分かんない選挙 の方が投票率が上がり、はい、まあ正直勝敗が見えてるなと思われると投票率が上がらないので。うん、なかなかその一陣営で投票率を上げるって、やっぱ難しくてですね。うん、私も駆け出しの頃は、やっぱりこう無所属新人の候補の応援が多いもんですから。はい、なんとか投票率を上げて、組織票に勝つんだっていうことを考えたんですけど。うん、途中でですね、これもう無理だなと。<laughs> <laughs> その一陣営が頑張ったぐらいで、そんな投票率上がらないわけですよ、えー、まあ、むしろですね、その投票率が上がったら勝てたっていうのは。 弱いい陣営のこれは言訳だからもう上がったら勝てたってじゃあ上がらなくても勝てるように考えなきゃいけないし、うん、上がらなくても勝てるように頑張んなきゃいけないんですけどだからもう無理に投票率上げようとするよりもちゃんと仲間を増やしてその人たちにしっかり投票に行ってもらって、はい、で支持者の投票率を100%にしましょうとなるほど投票に行けば名前を書いてくれるはずの人を一人も逃さないと。はい ですから森喜朗元総理がです、ねはい、ムトファソは寝ていてくれたらいいという発言を、ね、し,ました,、ね、ったっていうのが私あの、すごく印象に残っているんですけど、うん、選挙をやってるとですねちょっと気持ちが分かるんです, <laughs> 要するに相手候補に行く人は行かないでほしい,い<や>逆に自分のところに行く人は全員行ってほしいみたいな気持ちになってくるので <laughs>、はい、あの民主主義的にはちょっと不適切な発言なんですけど、うん、あの気持ちは分かるないやそれで言うと、ね、今保守分裂選挙っておっしゃいましたでしょう、はい 保守分裂って骨肉の争いが起きるでしょう。そうですね。うん、やっぱり保守分裂で難しいのはそれぞれね、やっぱ自民党同士で権力争いをしちゃうっていうのがあるんですけど。やっぱり背景にあるのはですね、その地域の野党が非常に弱いんですね。うん、なので、野党と戦わなくてもいいから、うん、自分たちで戦ってしまうというところがあって。なので、選挙後のやはり関係修復というものが非常にやっぱ難しいですね。うんはい それででいいうううとととメディア対策というのもあると思うんですねいや私も実はいろんなこう選挙の取材というのをしてきたことがありまして,いてります投票有効性感覚というようなあの、うん、い政治学だとそういう言い方をするみたいなんですけども、はい、要するに自分の一票で結果が変わるとか、はい、自分の一票で何かが変わるというようなその自分の投票が有効であるという感覚を持てるかどうかそれがやはり投票率にも影響するというのがありますので接戦というのがそれで一番投票率が上がると思います。